それでは本日着物遍歴第4回目ということで、本日は高橋さんにご協力いただきました。高橋さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日たくさん着物を用意していただきましたけど、結構持ってくるのに大変だったんじゃないですか？はい、3日かかりありがとうございます。一番古いお着物からご紹介いただいてよろしいでしょうか？はい、まずですね、こちら大島なんですけども、これは母が着ていたものなんですね。それで母をからおばを経由して私のところに来たんですけども、で母はその子供の頃亡くなってますので、今着てるともだいぶ近いんですけどもね、日頃から着物を着てる人だったんで、母の影響で着物が好きになったって感じなんですけども、こちらは大島ですね。はい、で柄はちょっとね、雪が降る感じもしますけど、ちょっと図鑑とか見ても柄の、この柄は載ってませんでしたけども、最初はそうですね、宮古島に入社した頃はこの着物とこの帯で結構着用しました。で大島なんでとても手厚くて、私も着物の中では一番好きな着物ですね。母の着てたっていう思い出もありますので、本当に今でもまだ着れる感じですよね。はい、じゃあ続いて次のお着物をお願いします。はい、こちらの方は格子柄のつむぎになるんですが、こちらの方はですね、ちょうど30歳ぐらいになって母のように私の着物を着れるようになりたいなと思いまして、何でも着物だというように教室に座ったんですね。その時にこれはお母さん亡くなってますので、おばがね揃えてくれたものなんですけども、こちらのお着物にはどんな帯を合わせて着用されてたんですか？こちらの着物にはですね、今だとね、黒っぽいとかって大丈夫なんですけど、オレンジの朱色の、絞りのような感じ。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃ次のお着物をお願いします。はい、こちらのお着物も、これはやはり昔20代の時におばが揃えてくれたんですね。若い時のおばが着物好きだったので、もう揃えてくれれば何でも嬉しくて着付けもできるようになって、こちらの方も白地の紅型のような感じだったんですけど、結構着させてもらいました。すごく鮮やかなお着物ですね。そうですね、まだね、ちょっともう着れませんけど、娘とかがいればね、着せてあげたいなと思ったりもしますけどね。はい、ありがとうございます。じゃあ次のお着物お願いします。はい、はい、こちらの方が白地に梅の柄が入っておりますけどもこれは私が初めて自分で作った着物ですね。で、某呉服店の前にメイドの前に反物で書かれたんですけど、ちょうどお正月にやっぱり着るとなって、ちょうど梅の柄なので、お正月にはぴったりかな。で、こう小さい柄なので、割とこちらの方は50代くらいだと着てました。はい、わかりました。じゃあ次のお着物お願いします。こちらの方が明治時代に入りまして、しばらくしてこう大島の地焼きっていうんでしょうか、割と小柄が大島多いんですけど、部分的にこう柄の入った大島って箱で一枚欲しいなと思ってたんですね。それで思い切って買ったんです。今でも好きな着物の一つなんですけど、ちょっと普通の薬柄の大島より、なんていうかちょっとお出かけに、なんていうか薬柄っぽくない感じで着れるかなっていう感じですね。はい、好きな着物が一番です。割と何でも帯合うんですよ。最近ちょっとこう私のこちらの方なんですけども、この帯合わせてもいいかなと思って。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に、今着てらっしゃるお着物のご紹介もお願いいたします。はい、こちらの方はですね、無地になるんですけど、よく見ると一見見ると無地に見えると思うんですけど、こう柄が折り方もちょっと変わってますよね。で、大変着やすくて本当に縛りならないんです。
これあの絹なんですけど、絹じゃないみたいに白になるんですよ。で、お時間もあって着やすい着物が大好きなんですね。着物の方も締めやすいです。ポイントがあるんですよ。寄せる。ああ、後ろも華やかですね。よく着てます。はい、見ました。ありがとうございます。今日はすごいたくさんのお着物をご紹介いただいてありがとうございます。いや、特にやっぱりお母様から譲り受けたお着物、やっぱり高橋さんご自身もすごく思い出のあるものなんじゃないですか。そうですね。ぜひじゃあ次は着用されている姿、ぜひ見せてください。はい、じゃあ本日はありがとうございました。